吉村小太郎文久3年9月27日は、幕末の土佐藩出身の志士。意味名は、十五。一般には、虎太郎と記されることが多い。土佐藩の昭屋であったが尊重思想に傾倒して、土佐勤納党に加盟。平野国臣らが格索する老子放棄計画に参加すべく脱藩するが、寺田屋騒動で捕獲されて、土佐に送還され投獄される。釈放後、 再び京都へ上り、公明天皇の山和行皇の先駆けとなるべく中山、忠光を擁立して天中組を組織して、山和国で挙兵するが、8月18日の政変で、情勢が一変して、幕府軍の攻撃を受け敗れて戦死した。土佐国高岡郡吉布の村の理性、吉村多平の長男として生まれる。12歳で、父の後を継いで、北川村松也となった。 後に、須崎郷浦翔屋となり、天村の翔屋、広武の娘をめと結婚。同地で、軍役人の正木哲馬に学問を、また城下に出て、竹市半平太に剣術を学び尊重しそうに、傾倒するようになった。安政四年半の火役人に呼び捨てにされたことを、憤通り、他の王将屋と連名で訴状を提出する騒ぎを起こした。 この事件のために下文村に転任させられている。安政六年に、湯原村の王将屋に移り、よく働き知籍を残したという。文久元年、竹市半平太が、土佐金納党を結成するとこれに加盟。文久二年二月、竹市の命で、長州へ赴むき草加玄髄に、竹市の手紙を渡した。それから九州へ渡って、地区全国の平野国臣と出会い。 平野ノから、薩摩藩国府、島津久光の立兵状況とこれに合わせた、老子たちによる拒兵計画を聞く。吉村は急ぎ土佐へ戻り、土佐勤納党も脱藩して参加することを解くが、竹市の考えは、拒藩勤納であり、これを許さなかった。やむなく、吉村は、宮所のよろしぐらら少数の同士を解いて、脱藩を決行。この時、 反社会の検問が厳重であったために、吉村は武具を整えて、馬に乗り、薩摩への使者であると偽って堂々と石昇を押し通ったという。吉村の脱藩に触発される形で、沢村総野城や坂本龍馬らが続いて、脱藩している。吉村は、宮所のよろしぐらと共に、長州の草加玄随を頼り、海路大阪へ入り、長州藩邸で、越後国の死士。 本間ま聖一郎と合流した。上方には、平野国臣、牧田持信、清川八郎、藤本鉄石ら有力な老子たちが集結して、島津久光の上落を待ちわびていた。平野らは、久光の上落を、倒幕挙兵のためのものと勝手に考えていたが、久光の真意は全く異なり後部合体であった。老子の動きを知った久光は驚き沈部を命じ、4月23日、 ふしの寺田屋において、有馬新七以過激尊上派藩士の粛清を断行し、挙兵計画は失敗した。翌日、吉村と宮所のも捕らえられ、薩摩藩邸に移送された。薩摩藩では挙兵計画に参加した他藩の脱藩者を出身藩に引き渡すこととし、30日に吉村らの身柄は、土佐藩に引き渡されて、国元へ送還された。戦中で、 吉村は挙兵の手始めは、諸侯ではなく、老子の任である胸の書き取りを残している。とさで、吉村は八ヶ月間、禁獄される。やがて政情が尊上派に有利になり、諸藩で、安政の大獄、寺田谷騒動の関係者などの赦免が行われるに、伴い、正木鉄哲丸の圧線もあって、同年十二月に、吉村も釈放された。文久三年二月、吉村は、 藩から自費留学の許可を得て県へ登る。ちょうどこの時に、京都では足利三代木造教師事件が起き、犯人として平田国学問人らが捕獲され、3月に吉村は山形省、タスク、入江91と共に学習院に犯人の斜面単願書を提出している。同月、将軍、徳川家持が上落し、朝廷から5月10日をもって、 上位決行をするよう約束させられる。5月10日、長州藩は上位を実行して、関門海峡を通過する外国船を砲撃した。この長州藩の上位決行に参加した、自重、中山忠光は、吉村の手引きで京都を出本している。6月、米仏艦隊が来襲し、長州藩は敗退した。この頃、吉村は、松本慶道、牧田も信。 池倉から老師と共に、長州へ赴き、6月17日に、山口で、藩主、毛利義地下、聖貞広に謁見して、挙兵状況を願っている。しかし、外国艦隊による報復攻撃を受けていた長州藩ではその余裕はなく、長州藩としてはとりあえず過労の指揮で500人程度の兵を上落させるとの約束を得た。吉村らは、 草加玄瑞や高杉新作らと連絡し処方を圧戦の後、7月2日に回路京都へ戻った。8月13日、三条美美ら上位白行が拡作して、大和行行の御事のりが発せられた。公明天皇が大和国の神武天皇両党に参拝し、上位申請の兵を挙げ武力討幕を行うという計画であった。以前から今位の牧田桃信の検索による、 この計画を知った吉村は8月初旬により、松本啓道、藤本鉄石、水軍前の助ら同士と共に、山和行行の先駆けとして、山和国で倒幕の儀兵を挙げることを計画していた。先の寺田や騒動で挫折した武力倒幕を実行する再起の機会であった。吉村は先に長州に出奔したことから、自重職を解かれ謹慎させられていた。 中山忠光の屋敷を訪ねて、計画への賛同を得ると、十四日、吉村ら同志十九人が奉公寺に集結し、忠光を迎えて大将にいただき、京都を出立した。彼らは天中組と称されるようになる。一行は、大阪から回路境に向かい、川地国に入って、同志と合流して、大和へ進み、八月十七日に五条大干渉を襲撃して、 大官、鈴木正信の首を切り、倒幕の兵を挙げた。天中組は五条天領を天朝直轄地とすると布告し、五政府を称し、中山忠光を首相、吉村、松本、藤本を総裁とする職制を定めた。しかし翌日、京都では8月18日の政変が起こり政教区は一変し、大和行行を計画した三条らの急進的。 尊上白業は失脚、長州藩も京都からの撤退を余儀なくされた。大和行行の御事の折は偽直とされ、天中組はその活動を正当化する根拠を失い、天中組は孤立してしまった。吉村らは協議を行い、慶の政変は天皇の意に反する合図や薩摩などの逆信による作望であり、一時的なものと予測し、 倒幕の軍事行動を継続することとなった。吉村は、古来尊能の志の厚いことで知られる、戸塚川豪氏に防兵を働きかけるために戸塚和里に、赴き、河津村で、郷氏野崎和枝と会談した。刑の政変をまだ知らなかった里の幹部は、吉村の丁寧な要請により防兵に応じることに決め、十津川内59カ村から約1000人が集まった。天中組は、 五条襲撃直後から、近隣諸藩に死者を送って、兵糧の教室などを約束させていたが、京都での政変を知った高取藩は態度を翻して、これを拒否したため、天中組は高取城攻撃を決定する。高取城を奇襲して占拠し、牢城して討伐軍に抗戦する計画であった。25日、中山忠光率,率いる本隊が高取城に向かい、 吉村は別動隊を率いて大口峠に布陣して氷山藩に備えた。翌朝まで大口峠で警戒していたが、討伐軍は姿を現さなかったため、吉村は高取方面に引き返した。しかし26日早朝、本隊は高取城に向けて行軍中に、兵数で劣る高取藩兵の砲銃撃を受けると、たちまち敗走してしまっていた。 五条へ向けて配送中の本体に遭遇した吉村は、不甲斐ない敗戦を知ると激行して、ただ密に詰め寄った。吉村は直ちに決死隊を編成して、野衆を試みることを決意し、26日夜、吉村に引きられた24名の決死隊は野院に乗じて、高取城下に忍び寄った。城下に放火し、混乱の中で城内に打ち入ろうという計画で、 感想を背に松明を持って夜中感動を進むが、途中で高取藩の石膏に発見され交戦する。吉村は高取藩軍艦、裏の七兵衛と槍で渡り合うが、味方の援護射撃が誤って内股に当たり、重傷を負ってしまう。決死隊はなすところなく五条に退却したが、本隊はすでに天の辻まで退却していた。吉村らもそれを追って天の辻に到着するが、 本隊は、さらに長戸の村まで退却した後だった。本隊の中山忠光は、紀州新宮に出て、回路で、四国や九州へ向かい再起を図ることを提案するが、天の辻に止まった吉村は、自らが負傷していながらもこれに従わず、本隊と別行動をとって、天の辻付近で、追悼軍を迎え撃つこととした。9月に入る初犯の追悼軍が迫ると、吉村らの別動隊は、 天の辻を根拠として、周辺で、ゲディラ戦を展開し、数ではまっさるが戦意に乏しい追悼軍相手に、前線した。再び合流した本隊と共に奮戦し、追悼軍を撃退する局面もあったが、大勢の追悼軍に講しきれず各地で退却を、余儀なくされた。また、統率力を失った、首相、忠光の元から去る者も出始めて天中組の士気は、低下し、 追悼軍が迫ると都津川里へ退却する。天中組は戸塚川に牢城し点検を頼りに決戦しようとするが、天中組を逆続とする御事のリが下ったことが伝わると、戸塚川合氏も、離反、首相、中山忠光は天中組の解散を決定した。天軍の後続隊を率いて遅れて本隊に合流した吉村はそこで、初めて天中組の解散を知らされたが、 この時すでに傷が悪化して、歩行困難となっていた、吉村も、その決定に従うほかなかった。一同は、河内方面に向けて脱出すべく、山中をさまようが、むしろで作った即席の籠に乗った吉村は一向に、遅れを取ってしまう。9月24日、一向は和紙や口付近に到達、結露を開くため、ナス信吾らが決死体となって、紀州、彦根藩平に攻撃を仕掛けた。 遅れて進んでいた吉村は戦闘開始を知って、本体の後を追おうとするが、銃声に恐怖した妊婦が、吉村の籠を放置して逃亡してしまった。付き添っていた大使が、付近の村で妊婦を雇って再び籠を進め、和紙屋口を迂回し、木津川村の道元家に潜伏した。追悼軍は和紙屋口周辺を探索し天中組の残党狩りを行っていたが、 吉村の潜伏場所付近にも探索が及んできたため、その場を離れた。27日朝、吉村はわしや口村外れの住小屋に潜伏していたところ、津飯兵に発見される。吉村は自陣しようとしたが、その前に一斉射撃を浴びせられて絶命した。去年27、自勢の区は、吉野山風にランルるるもみじ場は泡が打つ田地の地けもいりと、見よ。 吉村に付き添っていた大使も、付近で戦死、または捕獲された。首相の中山はかろうじて脱出に成功するが、吉村と同じく負傷が原因で本体に遅れて進んでいた、松本継道や中山と共に脱出しながらも自ら殿となって、敵本陣へと引き返した、藤本鉄石も25日にそれぞれ付近で戦死しており、吉村の死をもって天中組は実質的な終焉を迎えた。 10月、吉村の首は、京都に運ばれ、松本、藤本ら12名の同士の首と共に続都として、さらされた。同年冬、和紙屋口の村人勇士により、吉村らの慰霊のため墓が築かれたが、付近の村人が、吉村の墓を参ったところ足が良くなったとの噂が、広まり、吉村の墓は、天中吉村大神儀と呼ばれて三景人で賑わい、その様子が流行り歌となった。 それを知った五条大官所では、吉村の墓を壊して、三景を禁じ、墓を建てた村人を投獄した。明治十年に名誉回復。明治十六年五月、安国神社合氏。明治二十四年、竹市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎と共に聖四位が贈られ、後に土佐四天皇と称されることになる。墓所は、明治国墓地、良善墓地。 六四四の墓。高知県五国神社の祭人として祀られている。吉村虎太郎宮る跡京都三条木屋町。上がる吉村虎太郎の墓所。両前五国神社。京都市左京区。吉村虎太郎聖火の門東吉野村にある。吉村虎太郎の墓地。吉村小太郎最後の地である。奈良県東吉野村は、吉村の出身地である。高知県津野町と、 姉妹村提携を結んでおり、ゆかりの地である、高知県湯洲原町とは有効町村となっている。ありがとうございます。